国府具和高、祭り国府具和高祭りは、愛知県稲沢市に鎮座する終わりたい国礼神社に伝わる夏井神事の通称。神男と呼ばれる一人の名婦人に、薬剤や汚れを合わせ、それらを土餅と呼ばれる餅に移して、土に埋めることで役落としをする神事。毎年旧暦の正月13日から翌朝にかけて、採用される、県指定の無形民族文化財。 志願者の中から選ばれたナ夫人は、夏井真寺の3日前から夏井イ殿にこもって、精進決裁に努める。旧暦正月13日の午後、主に役男らで構成された下帯姿の裸男たちが、地区ごとに集まり、夏井布が結び付けられた、夏井笹を、国府部拝殿に担ぎ込んで続々とこれを、奉納。やがて境内は、ナ夫人の登場を待つ。 数千人の裸男たちで埋め尽くされる。午後3時より採業される夏井真嗣の祭典が終わった夕刻、全身の体毛を剃り落としたすっぱだかのナフ人が退去した裸男の軍の中に飛び込むと、ナフ人に触れることで役から逃れようとする裸男たちによって、凄まじい、押し合い、閉し合い、揉み合いが繰り広げられる。一切の役難を一心に受けて、 もみくちゃにされたな夫人が、夏井との絵引きずり込まれるまでが、この祭りのクライマックスとなる。前日の興奮も静まった翌朝午前3時、寝食によってあらゆる、罪へを封じ込められた、土餅を背負わされ、桃と柳の小枝で作ったつぶを投げつけられて、境内から追放されたな夫人は、暗がりに土餅を捨ててそのまま後ろを振り返らずに、帰宅。 新職は捨てられた土餅を土に埋めることで役払いを得る。これを夜夏井新事と呼び、この祭りで最も重要な神事とされている。なお、那夫人を追い払う際に投げつけられたぶては灰にされ、翌年の土餅に突き込まれる。祭りの関連行事は、旧暦の正月2日から同14日まで、約半月をかけて取り行われる。ありがとうございます。